My next fight, I fought Stuart Harris. Stuart Harris was a boxer from, he's a boxing champion from England, former SAS, moved to Australia, and at that time was a jiu-jitsu champion. So I knew he had heavy hands, and I knew that he was good on the ground. So this is how I beat him. So this is called the Adams Armbar. Now, the Adams Armbar is a little bit different than the one I beat Kawaguchi with because your hook's in. I would come over here because sometimes they don't allow your arm in. They're tight. So what I would do is I would reach this over here like that. But then I found out later that actually Neil Adams liked it better here. But anyways, again, if you can't get this, you come over just like this and you grab here. Now all you do is you put your knee here and then you fall here and then you grab both legs and you spin them. And then you finish the armbar. So right before my fight, I was training that move over and over and over and over, like the day of my fight. So I would go here, I would hook in immediately, I would immediately hook here, drop, drive, and then armbar. There's a toe hold on the end also. Again, hook in. Look how fast this is easy to go right into. So I got to here. I finally got to mount. I was really good at positioning because I was doing jiu-jitsu and shudo, catch wrestling both, not just one. And that was a secret weapon, was a mixture of the two. So anyways, I got to here. Right when I got to here, I started punching from here, bang. And then he pushed me and bridged like this. And yeah, bridge, boom. I ended up going right here. And just when I did this, I hooked, grab your hands, hammer fist, armbar. That was a finish. Elbows high, punch, bridge and roll. Look, right here, go. Bomb. That's a finish. And that was the victory.第8試合はライトヘビー級3分5ラウンド、ライトヘビー級チャンピオンエリック・パーソン対スチュワート・ハリソンの対戦です。はい、中井さん、はい、スチュワート・ハリソンという選手なんですが、そうですね、あまりおなじみではない、はいはい、イギリスにいた選手で、陸軍でボクシングをやっていたと聞いています、はい、それで今オーストラリアに移住して、オーストラリアン柔術を学んで、はい、チャンピオンにもなったと。柔術系、はい、打撃も寝技もできるという触れ込みで来日しました。はい、エリックの対戦相手がなかなか決まらなかったもので、急遽という印象は拭えないんですけども、はい、セコンドラリーパパドポロスが自信を持って送り込んできたという選手ですね、はい、入場からかなり緊迫した表情という、はい、やってやるぞという表情が見えましたが、ね、はいはい、パンチは強いと思いますよ、パンチ、そうですね、はい、ボクシングの方から入ってきたスチュワート・ハリソン、はい、一方エリック・パーソンですが、去年の5月には外国人として初めてシュートの王者となったわけですが、はい、8ヶ月ぶりの来日ということになりました。そうですね、はい、川内さんから王座を取って以来ですから、はい、まあ、そのあたりのブランクっていうのがですね、日本でのブランクっていうのがどうなんでしょうか。そうですね、
その前にエクストリーム大会に、出てますんで、はい、まあ大会そのものはブランクはないと思います。はい、はい、さあ両者の対戦ですがグラウンドになりました、はい、横になってます。エリックがタックルで持ち上げて落としたというところですね。はい、冷静に攻めてますよエリックは。はい、お互い外国人選手ということで、はい、まあ、体格的にはですね、82センチのエリック対184センチスチュアート、非常に大柄選手同士の対戦となりました、はい、第1ラウンドも1分24切ったところです。ロープを使わないでと、使わないでというシーンがありましたが、はい、エリックはここから落ち着いて攻めてますね。はい、足を出そうとするところですが、はい、足で首をかろうとしたんですね今、はい、ちょっと届かなかったですけど、はいはい、今度は腕か首を狙うでしょうね。はい、まあ、中井さんもこういった外国人選手という時にそのリーチですとか足の長さっていうのはやっぱり気になりますか。そうですね、でかいですね、はい、まあ、寝かせてしまえばそんなに関係ないんですけど、そうですか、まあ、立ち技で届かないところにパンチが届いたりしますので、やっぱりそういう意味では脅威ですね。日本人はやっぱり手足短いですから、はい、そういった間合いというのもまた一つ計算に入れなくちゃいけないんですね。首きました。3回目ですね。3回目、はい、プラスしてアームロックも取りに行ってますね、はい、ちょっと不完全ですけど総合技ですが、はい、三角締め演習ちょっと決まりかかってますけども、はい、この横からの三角はエリックは非常に得意なんですね、はい、さあかなり決まってるようですが、はい、初来日の時はこれで草薙和寿選手を破ってますから、はい、さあ固めている。しかしここでゴングです、はい、ゴングに救われましたスチュワート・ハリソン、はい、逆にエリック・パーソンとしては非常に残念な時間、はい、自分のペースでやってますから、ラウンド2、さあ第2ラウンドです。まあ、しかし今時間という3分という時間がありましたが、選手としてはこれ3分というのはどうなんですか。そうですね、ちょっと今のシューティングは寝技にちょっと重きを置いたルールになってるんで、はい、少し短いっていう印象はあるでしょうね、寝かせて上になってた選手がもうちょっとやらせてくれっていうのはやっぱりあると思いますけれども、そうですね、特にこの最終ラウンドになっての3分っていうのは短く感じるのかもしれないですね。そうですね、はい、はい、さあ第2ラウンド攻めてますけども、はい、おー返して前ですね、はい、引き込み返しですね今の、はい、はい、さあここからの攻めですが、はい、下からスチュアートは抱きかかえてますけども、これはあまり意味ないですね、はい、抱きかかえてもエリックに脇を取られてますので、下から攻撃もしていかなくちゃいけないんですね。そうですね、まずこのような体勢になったらまずエビというんですけども、自分で下がっていってですね、ガードポジションまで持ってこれる力が絶対に必要ですね、はい、ちょっと逃げに回ってると思います、はい、エリックは足を抜いてくるはずです。足を抜いて、はい、必要に絡ませている下のスチュワート・ハリソンですが、まあしかしこういう寝技でですね、はい、一つ一つの技かなり練習量ってのは必要なんでしょう。そうですね、まあやっぱり寝技は量って言われてますね。寝技は量、はい、いっぱいいろんな人とスパーリングすることがやっぱり大事だと思います、はいはい、それぞれ選手によって個性も違うでしょうしね。そうですね、はい、はい、足が抜けるか、足が抜けるか、膝まで来ました。上になっている後ろと黒のトランクスがエリック・パーソン、状態はまず固めてますね。はい、本当にポジションですね。さあ、マウンドポジション、はい、はい、と、左肘も喉のあたりに来てますね、はい、パンチも狙えるし、関節も狙えるというポジションですね。苦しそうなのは、スチュワート・ハリソン、はい、さあ、喉でチョークに入りました。チョークに入った、嫌でしょうね、このあたりは。エリックはもうとにかく落ち着いてこのポジションを崩さないことですね、はい、あまり焦ってパンチとか打ちますと、はい、ブリッジで返される場合がありますから、はい、残り1分を切ってますが、さあ上からパンチですね、はい、ポイント的にはエリック・パーソン有利、はい、ライトヘビー級チャンピオンエリック・パーソン、スチュワート・ハリソンを攻めています。マウントパンチは、はい、当たってますね。もうこの辺りはエリック・パーソンのスキルになってますね。今度は腕を取りに行きますが、そうですね、左腕を取りに行く、おっと守るのがスチュワート・ハリソン、はい、さあどうだ、パンチを打たれて嫌になったところを十字ですね、はい、あ離れた、離れた、1本です、移動式に十字固め、はい、鮮やかですね、鮮やかですね、これぞ腕ひしぎ十字固めという感じですが、はい、マウントポジションからパンチを打って、嫌がって下になったところを脇を刺して十字に移行したという、はい、第8試合、はい、その見事な戦いぶりを見せましたエリック・パーソン、教科書通りですね、はい、